ラジオの方もスタートします。はい、今週も始まりました、幻 FM。 イエーイ。メインパーソナリティは私、焼き鳥バンドのシェフ赤峰でございます。イエーイ。お願いします。そしてサポートパーソナリティが、はい、このくゆみんばことくゆみです。よろしくお願いします。お願いします。はい、この番組はフォートレスアーツスタジオの提供でお送りしております。幻 FM は毎回さまざまなゲストをお呼びし、そのゲストの魅力を最大限に皆様にお伝えする番組となっております。なっております。いやー、楽しみ。今日も楽しみですね。じゃあですね、早速、はい、ゲストのご紹介をいたします。お願いします。本日の幻 FM のゲストは、はい、小雪ちゃんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。こんにちは、はじめまして。はじめましてですね。小雪と言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。小雪ちゃんはですね、うん、出会ったばっかりです。お2.5 回目ぐらい。おそうですね、はい、2.5回目。その 0.5 回ってどういうことですか。説明すると、うん、今焼き鳥バンドが、はい、県内を駆け巡っている、はい、イベント、ね、幻ギグ、はい、ありますよね。あります。それのアルテ崎山の会の時に、はい、なんと小雪ちゃんがお客さんとして来ていました。ありがとうございます。はいはい、どうでしたか。いや、めっちゃ楽しかったです。楽しかった。はい、楽しかったよね。ちょっとあの途中参加になってしまったんですけど、焼き鳥バンドさんの、最初から最後まで、はい、見させていただいて、とっても楽しくて。はい、いや基本はこういうもう基本はこんな感じです。はい。進めたいと思います。はい、はいはい、お願いします、はい、とっても楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。大変ありがとうございます。はい、で動画も撮らせていただいて、うんうんうん、で1週間はちょっと上げないでって言われたので、うん、今朝上げました。わ、はい、SNS で、はい、インスタグラムの自分のアカウントの方で拡散してくれたんですね。すごい、はい、メンションしたのでよろしくお願いします。すごい。あ、なんか早い時間に通知が来た。そう、ヒロリンメンションされました。あれです、はい、素敵ですよ。じゃあ、うんうん、そのインスタグラムを皆さんなんか自力で見つけて、自力、はい、どうすれば検索できますか。あ、そうか、アルファベット言ってっていいですか。うん、全然いいよ。じゃあインスタグラムのアカウント名が、小雪2022なんですけど、KOYUCBKI アンダーバー2022。あ、もう何でもいいです。はい、大丈夫です。はい、はい、まあ、はい、そんな感じです。はい、アンダーバー、はい、2022ですね。2022。じゃあ今聞いている皆さん、ぜひ検索してみてくださいね。はい、2022ってことだね。あ、そうですね。はい。自分の名前の後になんかこの年号をつけたらかっこよくない。いやいや、始めた、ただただ始めたのが最近なので、はい。なるほど。そう。そんな感じです。なるほど。その後、はい、サウンズグッドでまた出会って、うん、そうですね。で今日また出会って、うん、なので出会って 2.5 回目ぐらい。なるほど。そうですね、こういうことですね。はい、はい、で、くゆみさんは今がまさに、はい、1.5 回目ぐらいかな。そうですね、はい、うん、知らないうちに 1.5 回目っていうか、先週まででちょっとすれ違ったぐらい。あ、なるほど。そうですね、はい、前回幻キックの時は自分がスタッフとしてちょっと手伝いさせていただくっていう感じなんですけど、その回は出演者だではなくっていう感じなんですから。そうです。なので本当に今日はなんかお会いしてなんかお話しするのは初めてっていう感じですよね。そうですね、はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあですね、うん、この小雪さんの今までの話を
今までどう生きてきたかの。お、知りたい知りたい知りたい。なんかマジ台本、まあ台本ないの結構わかるんですけど、なんか本当あれだけで終わりなんですね。でも小雪ちゃんの脳の中に台本あるから、あ今までの経験だからね。なるほど。あでもあれですよね。あの先ほどその3つ上げた3つ、うん、そう打ち合わせちょっとしたよね。からのかでいいんですかね。だそんな生まれてからと言ってよね。小学生で一番記憶に残ってる印象的な出来事は。本当ですか。あの結構友達になんかいじめじゃないんですけど。待って寂しい。あの話始まった。いや僕はいじめと思ってないですよ。あのなんか楽しく殴られてたみたいな。なんか、じゃあ中学校は中学校はですね、何ですかね。ちょっと込めてしつらいですねその時、はい、いやいや別にあのよく笑い話で終わるんですけど、うんはい、あのその今日も笑い話で終わったので、はいはいはい、中学校はそう中学校は、はい、普通に部活してみたいな感じです、ね、何の部活ですか。ソフトテニス部でしたね。え、はい、軟式軟式ですね。軟式テニスみたいな。軟式はい、なるほど。軟式テニス部で、うんうんうん、でじゃあ高校行っていいですか。いいですよ、はいはい、で高校が那覇高校なんですけど、うん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 、あトミングスク中学校で、うんうん、でなんか那覇高校に行く人が多かったから、うんうんうん、あじゃあみたいな感じで受けて、うんうん、で あんまり賢くなかったんですけど、うん、自分の時だけ定員割れして、うん、よくなんか那覇高校出たらじゃあできるのって言われたら、ええ本当定員割れしたから受かったんですみたいな形だったんですけど、うんうんうん、そんな感じです、ね、那覇高校の向かいにカレー屋さんあるよね。あはい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 、スカレー屋さん、んタリーズさん、あ違うか、タリーズはタリーズの隣か、ね、じゃあ行ったことないかもしれない。えそこで勤めてたとかですか、うん、じゃないんですかではないんですか。ちなみにどこですか那覇の。那覇のね松尾になるのかな、そこは。おー松尾、那覇高校でしょ。はい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 、うん、国際通りから徒歩3分ぐらいだよね。そうですね、近い近いですね。あ行かれたことないか。ないです。そっか、まあまあ用がない限り通らないですもんね。そうそうそう、あっちね。そうですよね。なるほど。昔自分が海南小学校通ってたから、うん、その辺住んでて、うん、毎日那覇高校の前を行ったり来たりというか通ってた。はい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 。あ海南ですか。であの那覇高校の外側のブロック塀の上に登って遊んでた小学校。トコ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 。はい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 、うん、やるよねみんなね。うん、今も全然ね校舎も変わって、うん、もう変わってる、もうどこもかしこも新しくなって、なんかそんな感じですよね。そして卒業して、はいなんとここ卒業して専門学校に行くんですけど、うんうん、生態関係の専門学校行って、うんうんうん、で資格を取って東京に行きました。お東京で上京したんだ、はい、東京で4年就職、うんうんうん、あ4年間働いて、うん、で沖縄帰ってきて、うんうん、もう同じような仕事で、うんうん、はい、なんでそういう生態関係の8年仕事してましたね、はい、あじゃあこうパッと人を見て、うんうん、あこの人のどの部分をこう生態してやりてえなとかって思ったりするんだ。いやあんま思わないですけどそれはいやあのその人が望んでるんだったら、あの痛いんですけどって言ったら、あじゃあってなりますけ ど別にね、あのやってあげるよって言ったら、うるせえよみたいな形結構あるので、まあね、別にそう、ね、歩いてる人見てとかは思わないですけど、ね、はい、いやでも多分もうあのあれですよね、なんか筋肉とか触ると、はい、あここは多分問題があるとかそういう感覚はもうついてるんですよ、ね、そうです。まあ問題あるっていうか、まあ、大体が、うんまあ、筋肉が緊張してるかしてないかとかなので、うまあ、そういうのは、はい、全然わかりますけど。なるほど、はい、それをほぐすんだ。そうですね、はい、くち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 みたいな。いやいや、そんな、もうなんかめっちゃ血出てる音してるんです痛々しいです。いやいや、もういい感じに、いい感じにやります、いい感じにやります、いい感じに、いい感じにやります、なるほど、はい、8年、そうですね、すごい。じゃあもうなんだ、1万人ぐらいはもう見てきたんじゃない。あ多分そうだと思います。その東京いる時もこの、うん、墨田区の、うん、金賞っていうところで、はい、で結構この駅ビルのところだったのですごく患者さんいらっしゃる医院に勤めさせてもらって、はいはい、1日もう100から200の間ぐらいか来るから、一応、まあ、スタッフさんも多いんですけど、そうそう、その分、まあ、でも1日、はい、結構
構すごいよね、すごい来たので、自分のこのなんだろう、まあ、肉体仕事じゃあるってもあ、はいはい、体力仕事じゃん、はい、すごいよね、すごい、本当にいや皆さん やってる人はやってますから、まあでもそうですよね、やってない人からしたらそうなりますよね、はい、ちょっとやっただけでももう疲れたで、もう30秒ぐらいでもう疲れたらいやーわかります、いやいやいや、そんなこと言ったら僕もきっと焼き鳥あーきついってなります、焼き鳥焼くの焼き鳥、じゃあのなんか印象に残ったお客さんとかいます、あ患者さんですか、ラジオで言える範囲で、言えない言えないところまで、言えるところまで、そうギリギリまで、患者さん、あでももうだからは離れて結構経つので、うん、まあでもなんつか、ね、こんな出来事があったんですよ、いやそんなのはないですけど、うん、もうあのなんかお世話になったりとか、うん、本当にその人があんまり良くならないから、まあ、自分もそうやって悩んで一緒になんか本当にでも続けてこれて、そのだからお互いにあっちは良くしてもらってありがとうなんですけど、うん、自分も本当に続けてきてくれたから、うん、本当にありがとうございますみたいな形だったんで、うんうんうん、ゆきちゃんハートフルだね、あざす温かいです、ありがとうございます、温かい話でしたね、そうそうそう、どうしてその仕事は辞めちゃったんですか、うん、そうですね、まああのまあ沖縄帰ってきてから結婚しまして、うんうん、で子供もできて、じゃあ保育園入れるかってなった時に、そうあの、まあ、妻との、 あのお互いの明細をはい、あのした時に、まあ、もう自分の方が低かったのでうわっと思ってあのじゃあなんか別のこと挑戦してみようみたいな、おおなるほど、はい、でまあダメだったらまあ戻ればいいしみたいな、さらなる挑戦をしたわけだね、そうですね、はい、向上心ね、すごい、それで工事関係の仕事に行くんですけど、うんうんうん、それで今日このビジュアルなんだ、そうですね、そう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 です、そうです、うん、あのまあこれはあのめっちゃ小雪って書いてある、ラジオ用で買っただけですけど、本当はラジオ用で買った、そうラジオ用で購入しましたけど、あそうか今ラジオやってるもんね、現場の、ね、そう現場のやつはちゃんともう工事現場名がいっぱい書いてあるから、うん、あれはダメなんだ、あれはダメですけど、スポンサーつかないと使えないよね、そう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 なんでそうですね、それで工事関係の仕事をして、うんはい、でその時に、うん、その橋の建て替えの工事、橋の建て替え、はい、沖縄で、沖縄です、沖縄です、はい、あの、うん、なんか橋っていうあの橋じゃなくて、なんかボックスカルバートって言ったらあれなんですけど、すごい専門用語できた、そう専門用語言われる、ボックスカルアート、そうそうボックスカルバートっていうのがあって、なんかこの、うんまあ、横から見たら分かるんですけど、この、うんうん、なんか四角四角みたいなの上を、なんか川四角四角みたいな、なんかあ橋橋から橋じゃなくてこのポンポンみたいな、まあ、難しいです口で言うのごめんなさい、でっかい四角のコンクリート、そう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 なんか楽しそうにやってたから楽しそうにやってたどこだっつってあったあったっつって、で年齢も近かったんですよその方だったか、うんうん、でちょっと僕もその工事関係の仕事退職しようと思ってたので、うんうん、退職しようと思ってるんですって言ったら、うん、じゃあうち来るって行く行くみたいな、うんうん、な感じでその不発弾を探す仕事に入るんですけど、うんうん、そこで4年ぐらいやってって形ですね、うんうん、発弾処理って給料上がりそうだね、はい、全然です、あてか処理ではないんですよね、処理するのは発見か、そうです、処理はもう自衛隊さんがするので、うん、そうか発見の方、そうです、あの見つかったら警察に連絡して警察から自衛隊に行くっていう流れなんですけど、これ何、ありそうな場所をとりあえず手当たり次第探すの、うん、いやもう一応これだけね、もう戦後77年経ってこれだけ触られてるから、うんうんうん、まあそ簡単に普通だったら簡単には出てこないんですけど、うんうん、まあでもいろんな工事するじゃないですか、うんうん、するにあたって、うんうん、工事現場の現場に出向いて、出向いてか、あと事前ですね、あの事前調査、工事する前に、そう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 、はい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 、例えばその大きい建物を建てるってなった時に、うん、そしたらこの地面から下の方見えないところも、はいはいはい、あの基礎って言ってあるんですけど、うん、その基礎工事する時にその周りを杭、うんうん、杭、あの
を打つんですけど、うん、その打つと、そうそう、杭を打つときに何かないかとか、うん、最初に調べる、そう最初に、そう、ね、ここ穴掘るよってなったら、うん、そう掘ったらあれ、うん、そうそう、掘る前とかにちゃんと不発弾がないかどうかを調べるんだ、うんうんうん、そうですね、はい、だそういう時はその穴を開けて、うんうん、その中にセンサーを入れて、うんうん、でなんかあの心電図あるじゃないですか、心電図、あのピコンピコン、あ、そうそう、あのそういうのがパパパって触れて、うん、あ、じゃあなんか金属らしきものがあるなみたいなとかで調べたりするんですけど、かそのパターンか、あとはもう工事屋さんが直接掘るときに、うんうん、あのピーピーピーって音が鳴るやつで、うん、あの一緒にやりながらやるの、うんうん、の大体そのパターンの感じです、ね、なるほど、4年間で見つけたのが、ゼロです。おお、いいことだよ。いや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 、いや、なんか一回はなんかおおとかやっぱ盛り上がるかな、盛り上がるじゃないですか。あの先輩とかの話聞いたら、あ、そうそうそう、先輩とか他のやっぱ昔の方がよく出たましたし、うんうんね、あとこのやっぱ地域によってですね、やっぱ南部の方が激戦区だったので、うん、南部は今でもよく出るんですけど、うん、よくあの、ね、あのじゃあここの日に避難区域とかたまにあるじゃないですか、うんうん、なんですけど僕が行く場所が行く現場が結構中部北部だったので、うん、あんまり比較的ないところだったんですけど、うん、でもこれ必要な仕事だもんね、必要な仕事ですし、結構この、あの水道管とか、うんうん、あと NTT さんとかが入ってて、うんうん、あれを壊さないようにする、うんうん、そうそうそう、賠償とかがあるので、だそういうのを、はいはいはい、そういうのをすでに埋められてる金属とかのパイプとかも発見するのね、そう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 、で図面と違ったりするので、あ、でも壊した側の責任になるんですよ、図面と違っても、そうなので、うん、気をつけていかないとみたいな、そうそう、そう、そういうのも含めてですね、でそのついでにあったらみたいな形が多いですかね、すごい、じゃあ普通の人よりも地面の中の様子を見てきた男だ、うん、いや確かに、いやいや確かにそうなってる、まあ、まあ普通、まあそうですね、あのそういう感覚、そういう仕事したことない人たちからしたらそうですねじゃあなんか建物とか見てたら、うん、この地面とか想像つくんだね、地面の中とかが、え、つかないですよ、つかないの、全然つかないです、好きそうだけどね、全然つかないですよ、そっかそっか、はい、もうだから形に残らない仕事なので、うんうんうん、そうそう、写真管理とかしっかりしないといけないんですけど、なんか先輩の話でこんなの見つけたよとか、はい、な破片とか、あ、でもその、うん、首里の方で、うんうん、あっち、なんだろう、何駅だあれ、あ、モノレールの駅の近くで、義母とか、いや義母じゃないですね、あっち石見、いや石見でも過ぎて一番最後のところ、あれ石見だ、でかって今高速の裏西、あ、多分その辺、あ、その辺ですかね、うんうんうん、の時の工事入ってる時のうちらの方じゃなくて、もうすぐ見える反対側の方で、うんうんうん、あの出て、なんか王林団って言うんですけど、あの煙がすごく出るやつ、ね、発弾にもいろんな種類の、そうそう、種類があって、なるほど、なるほど、煙でこの攪乱するみたいなんですけど、はいはいはい、それ結構有毒な有毒、うん、なので、大変、めっちゃモクモク、おー、モクモクなってるみたいな、はい、そう、反対側でみたいな、モクモクしてたんだ、モクモクしてました、だから、へー、モクモクさせるんだね、いや、もうモクモクしちゃったんじゃないですかね、多分あの、ね、あの空気に触れて、あれなんか水に入れるといいらしいですけど、なんか、はい、その人たちが知らなかったのか、ずっとモクモクしてましたけど、まあでもあれは爆発するとかじゃないので、はいはい、そうそう、そんなにでも有毒でしょ、はい、体にいいものではないと思います、はい、あーみたいな感じにはならないんですよね、奈良に住んでると、はい、よくあの不発弾処理しますみたいなアナウンスが流れて、あ、はいはい、してくださいみたいな、あ、そうです、そうです、あれの大元だ、じゃ大元、いや大元ではないんですけど発見したらああなるんだ、あ、そうですね、うん、でその動かせるものだったら、うん、もう自衛隊さんが来て持っていくんですけど、うん、だ新刊とかの兼ね合いでもう動かせないってやつはその場で処理っていう形だと思います、うん、そうそうそう、だと思いますね、だ僕全然その見たことないですけど、その爆弾をどうにかするか、うん、まあ、あの資料としては見たことありますけど、うんうん、そうそう、だこうな、幸いなんかそういう仕事してたから、うん、この間慰霊の日6月23日に、うん、あのレキオさんに出させてもらって、この不発弾と、ね、その戦争を絡めたお話をちょっとさせてもらったんですけ ど、 なるほど、ね、そう、この戦後77年経って、うん、あの不発弾で、うん、だ多分米軍の資料の提供だと思うんですけど、多分1万トン
1万トン1万トン不発弾で残って、そのうちの多分、6400ぐらいが自衛隊が処理して、残り2400ぐらいがまだ残ってるって言われてて、でもなんかその自然なところあるじゃないですか、多分人が触らないだろうみたいなところがあるから、多分永久に残るって言われてるの500トンあるって言われてるんですよ、そうっていう話も聞いてたから、なんか今ねあの世界で戦争が起きてるじゃないですか、あんまり他人事と思えなくて、なるほどね、そういうところでも不発弾が今後残っていくってことなんだね、そうそうそうって思ってるので、じゃあ小雪ちゃんがもし道歩いてて不発弾見つけたら、マッサージしそうで、いや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 凝ってますねってすぐもうすぐ捨てますよ、すぐ捨てますか、捨てますか、そうそう、捨てちゃってます、連絡しないけど、連絡しますね、叱るべき期間に連絡しますで、その仕事を4年続けたと、そうですね、はい、また新しい仕事じゃ始めたんですか、これは、最終職歴、いやあんま言いたくないですけど、そのこの痛くなかった、いや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 、まあいや、もういやいい機会なので、はい、あの不発弾探してる時に、あ、不発弾探してる時にじゃないですね、このお仕事してる時にまあ、まあ、間違って、はい、あの 病気になったんですよ、うんうん、あの脳梗塞になって、うんうん、はい、で左の脳が、うん、脳梗塞になったんで、うんうん、右肘と右膝が麻痺が出て、うん、あ、そうなんだね、そうです、で、あの、まあ、手術とかはしてないんですけど、うん、まあ、入院することになって、うん、でその時に自分の人生のこと考えるようになって、うんうん、なんか長生きできないかもしれないと思って、そのまあ今はそのリハビリのおかげでもうピンピンしてるんですけど、うん、また病気になるかもしれないし、うんうんうん、まあ病気にならなくても、うん、まあね、ニュースで見てたら事故で亡くなられる方とか見るので、うん、あ、自分もそうなるかもしれないとかって結構思うようになって、うん、あ、だったらもうちゃんとやりたいことやろうと思って、うん、なんかあのこんなラジオとかに出るような人じゃなかったんですけどいやいやいや全然、はい、でなんかあ、じゃあって思って、うん、あの今までずっと雇われて勤めてたので、うん、あの個人事業主になってなんかやろうみたいな、うんうんうん、形になりだして、うん、でそれに向けていろんな人のとこ、なんかじゃあ人脈だと思って、うんうん、いろんなとこ行ってたらなんかいろんな知り合い、なんか素晴らしい方とか知り合いができて、うんうん、でその中であの沖縄市の、あのコザミュージックタウンにある沖ラジさんの、うん、と仲良くさせていただいて、うんうん、でなんか番組やらせていただくことになったんですよね、うんうんうん、今6月から自分がパーソナリティという形で、うん、あの番組をやってますって感じですね、なるほど、はい、です、なんかハートフルだね、まあ分からんですけど幻 FM 始まって以来のハートフルだよ、マジっすか、いや基本そうかもしれない、基本はふざけたいんですよやっぱりあの楽しく生きていきたいから基本はふざけたいんですけど、いやでもとってもいい話だと思いますよ、いい本当に、ありがとうございます、あのシェフですしんみりそう、なんかおっしゃった通り本当に人生いろいろありますじゃないですか、そうですね、うん、なのでやっぱり自分が今できる限り、じゃあやっぱり自分がやりたいことをいっぱいやった方が楽しいじゃないですか、うん、っていうのもありますよね、うんうん、はい、なんか素敵な考えですね、ありがとうございます、はいはい、先ほどちょっと聞いたんだけど、はい、で今あのたくさんこう友達を知り合いを作るっていうのは今頑張ってて、ね、はい、でアメリカ人の人と最近仲良くなって、あ、きっかけで英語を喋れるようになりたいらしい、あ、そう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 、なるほど、そうなんですよ、なのでちょっと軽くなんかお、クイミさんの、え、急に急に、え、なんで英語を喋るんですか、あ、なんか自己紹介が短くで、はい、先ほど短すぎで、はい、なんかあの言ってなかったんですけど、はい、実際くゆみは、はい、あの香港出身ですね、お、あ、そうなんですか、はい、あの、うん、日本人じゃなくて、はい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 、香港出身 の、はいはい、あの今あの香港と日本でもアイドル活動をやらせていただいている、はい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 、人です、人です、はい、そうです、人です、くゆみさんはハーフになるんですか、うん、ハーフ全然じゃなくて、はいはい、あの香港人です、あ、純粋の、あ、はいはいはい、じゃ あ、 じゃ あ、 逆、あ、じゃあ、へ、あっちはパニクってる、パニクってる、中国語、
中、北京語。そうですね、香港では、はい、あの防護だとあの広東語ですよね。広東語、そうそうそう、中国語の中の広東語 で、はいはい、で北京語も喋れますし、はい、あとは英語と、はい、今日本語ですよね。やばすごい。いやすごい。いやこういう、じゃあ小雪ちゃんが英語で話しかけたら英語で返ってくるかもしれないよ。いや、もう、そうですね、はい、もう Thank you しか言えない。 Thank you しか言えない。 Thank you しか言えない。 はい、 yeah, No problem。 おー、すごい、てか、ゾクゾクしてる。いや、違う、え、てか日本語が上手すぎて。日本語上手、ね、もちろん。いや、すごい。え、じゃあもうこちら来られてから、うん、そうやって日本語を学んだってことですか？あ、そうじゃなくて、あの中学校の時に香港で勉強してたんですけど、はい、そう、その時が J-POP がハマっていて、はいはいはい、そう、その歌詞の内容を分かるようにしたいなって思って、はいはいはい、なんでそこから独学が始まって、そう、で、だんだんなんか、あの大学とかでもなんか日本語専攻とかしたりみたいな感じで、はい、で、今の仕事も日本の会社の仕事なんですから、はい、そう、だから、あのこの子を日本にもう住んでいてみたいな感じになって、はい、だからどんどんうまくっていうか、そう、今も完璧じゃないんですけど、はいはいはい、そう、うまくなっているんじゃないかなって思ってます。あ、じゃあそれでその学生の頃にその、ね、はい、好きだったそのJ-POP とかの影響のもあっての、うんうんうん、今このアイドルの活動。そうです、素晴らしいですね、はい、めっちゃいい話。すごい、すごい、だからこの夢を追う人好きなんですよ、めっちゃ。、うん、夢を追うじゃ、もうね、あのできてると思うんですけど、うんうん、あの、そのね、追ってる人たち、輝いてる人たちが SNS フォローしてね。あ、もうぜひ、はい、よろしくお願いします。あの今聞いている皆さんもぜひくゆみの SNS をフォローしてみてください。あのくゆみはインスタグラムとツイッターもやっています。あのツイッターとインスタグラムもあのアルファベットかひなからでくゆみを KUYUMI を入れてみたら多分検索できると思いますので、皆さんぜひフォローしてみてください。よろしくお願いします。いや、ありがとうございます。シェフ、赤峰シェフも、はい、シェフもインスタグラム、ツイッターやっております、うん、ひらがなで赤峰、カタカナでシェフで検索すると、おそらく日本で私しかいないと思いますので、見つけてみてください。よろしくお願いします。そう、先ほど夢っていう話になったら、はいはい、そう、シェフもこういうキラキラな人間なんじゃないですか。あ、いや、そうですよね、本当に話聞きたいんですね。え、いいの、はい、そう、パーソナリティが喋っていいの。あ、いいっすパーソナリティって聞くだけじゃないの。いやいや、そんなことないと思います。喋る仕事もあるの。あります。じゃあちょっとお願いします、ね、じゃあなんか質問ください。じゃあ最初はなんで、あの焼き鳥バンドのシェフになりたいんですか。なるほどね。これはですね、シェフが、まず徳島県で生まれました。で、ちっちゃい頃に沖縄に来て、沖縄でずっと育ってるの。育ちは沖縄です。あ、はいはいはい。それで、ある日焼き鳥屋さんをやることになりまして、うん、と飛んだな、飛んだ、まあまあ、だいぶ飛んだ、まあまあ、尺がありますかね。そうそうそう、タイムアップした、はい、尺がね、そうね。で、もともと二十歳ぐらいの時に一緒にバンドをしてたメンバーが、はいはいはい、あのその後十何年か経った後に、あの焼き鳥屋さんをやり始めて、うん、屋台の焼き鳥、糸満で、うん、やり始めて、うん、やり始めたんだけど、3ヶ月もしないうちに東京に行かないといけないくなっちゃって、その人が、はいはい、せっかく作ったお店なのに、はい、これでなくすのもったいないってなってて、はい、でそれを聞いた自分が、あ、じゃあ自分が引き継ぐよって言って、はい、糸満のその焼き鳥の屋台を引き継いで、そこで2年ぐらいやってたんだけど、はい、そこの土地なんかね、いろんなこう食品お店があって、そこのちょっとした広場に、はい、八百屋だったり酒屋だったり、エルのお店があるところの一角だったんだけど、はい、そこの地主がここ全部なくしてアパート建てるって言い出して、まあまあしょうがないよね、はいはい、じゃあ出ていかないといけなくなっちゃって、うん、そういう時にこの宜野湾にあるヒューマンステージ、もう今はなくなっちゃったんだけど、宜野湾にヒューマンステージというライブハウスがあって、でそこで、バンド練習をよくやってたので、うんうん、その時にこの焼き鳥とか余ったやつとかをこのヒューマンステージのオーナーの山田さんにこうお土産で持ってってたりしたわけ、うんうん、その時に持ってた時に、実はこうこうこうで
焼き鯛がなくなっちゃうんですよ、だからもうお土産持ってこれなくなっちゃうかもしれませんって話したら、はい、あじゃあうちの前でやったらいいよって言ってヒューマンステージの前で屋台作って、そこで7年ぐらいかなやってたんです。でその時やってたバンド活動10年ぐらい活動してたんだけど、はい、やっぱバンドって一人じゃなくてこう何人かの人でやっているので、いろんなねそれぞれのね人生の都合があるから、急にこう続けられなくなったりするんだよね、バンドって。そうなった時にあバンドが続けられなくなったからどうしようと思って、まあ、新しいバンド、どこかのやってるバンドに加入するか、新しく作るか、とかいろいろ考えて、まあ、続けるっていうのはもう続けやめるっていう選択肢はなかったので、はい、じゃあ作ろうってなった時に、はい、焼き鳥焼きながらやって、はい、焼き鳥のことを歌うバンドを作ったら面白いんじゃねって。で最初は何だろう、もうお店の宣伝のためのバンドみたいな。あなるほど。だから幻の焼き鳥っていう名前の屋台だった。お店の名前、あお店の名前自体が、そうそうそう、ああそうだったんですね。で、バンド名も最初は幻の焼き鳥バンドみたいな。はい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 、そうそう。バンド名にお店の名前入れちゃったら、ライブとか決まった時に、はい、こうチラシフライヤーとかにバンド名みんな乗るじゃん、はいはいはい、スポンサーじゃないのに店の名前乗るんだよ。あいいっすよ、ね、SNS でみんなが拡散するんだよ。確かに、そうそう、最初はそれが目的だ。賢い、うん、でバンド作っていろいろライブして、で当時その屋台で焼いた焼き鳥をイベント、いろんな県内のライブハウスにこう売りに行ったりとかしてたので、はいはい、そうそう。でライブハウスって基本フードがないので、うんうん、食べ物があると飲み物も売れるから、うんうんうん、ライブハウスも嬉しい。あで出演者とかもお腹が空いたら近くのコンビニとか行って食べたりしたり、はいはいはい、お客さんもライブ例えば4時間とか5時間とかのライブでお腹空いたらコンビニとか、要はライブハウスから外に出ちゃうわけ、うん、だけどその中で食べれたらずっとライブハウスの中にいるから、うん、みんな助かると。確かにそう、ウィン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 、焼き鳥も売れて誰も、はい、誰もなんだ嫌じゃない、はい、みんながいいことだ、うんうんということでやってたのね、はいはいはい、こっちも売れるから嬉しいさ、はいはいはい、うん、やってて、何の話だっけ、いやいや焼き鳥バンドができるそうそうそうっていう、それ でバンドを作ってやってて、やっていくうちに結構なんだろう、この面白くなってきて、そのバンドが、はい、あバンドがこだわっちゃうから、はい、もっとこうしようこうしようって、はいはい、でメンバーもライブハウスの前で焼き鳥やってたからミュージシャンがいっぱい出入りする。あその時にこういうバンドやっててつって、こういう例えばギターが足りないからやれないみたいな、はいはいはい、ベースやれないみたいな、こう声かけて出来上がっていって、焼き鳥勧誘ですね。そうそう桃太郎がきびだんごあげるみたいな焼き鳥あげてそうそう、ひよことにあたりをこう集めてシェフだろうですね。シェフだろう。そうそうそう、はい、シェフだろう。シェフだろう。シェフだろう。シェフ。赤身を使用してたんです。なるほど。でその屋台が、いつだっけ、2年前かな、はい、に火事になっちゃって、屋台が全焼しちゃったの。うん、コロナの直前だね。あ直前。コロナの直前。はいはいはい、なりかけ？なる直前か。そうそう。それで屋台がもう燃えちゃって、はい、なくなっちゃって。で亡くなった、まあまあ、まあまあまあそうですね、亡くなったですね、うん、ってなって、でまあお店はないんだけど、はい、まあ、バンドは結構こう活動してたので、はい、バンドは残ってるってですね。なるほど。で幻の焼き鳥、あマジ幻になってるじゃあ今シェフの焼き鳥食べれないですね。今はね、たまに依頼があればイベントとか行って焼いてるけど、うん、たまには食べれますよ。本当ですか、うん、じゃあちょっ と長くお付き合いできればですよ。あのでいただけるんですね。焼き鳥ではないんだけど、うん、バターチキンを国際通りのお店で作ってます今は。はい、そう、牧師にある、はいはいはい、キャンディーというカフェがあって、はい、そこの、キッチンを担当してて、はいはい、そこでチキン料理を出しております、はいはい、この格好で、この格好をする最初の頃はしてたあ本当ですか。最初の頃がだけど、ね、帽子がね、いかんともね、そうですね邪魔なのね、邪魔ですね、絶対邪魔ですよ、ね、そう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 、はい、なので自然とこの格好はしなくなりました。なるそう、あとはたまには国際通り の花ビルの下でも、うんうんうん、そう売ってるんですか、ね、花ビルの下でやってたけど、あそっか
なんかねコロナの流れで人通りがいろいろ変わるし、はいはい、状況があるので一時期やってたけど今休んでて、うん、そろそろまたやりたいね。楽しみ。やりましょうか。そう本当にとても美味しいですからシェフの封筒が、うん、彼とかもあの何回もあの食べさせていただいたんですから、うん、めちゃくちゃ美味しくて、はいはいはい、そう、うん、はい、この見た目でね、ま、美味しくないの作れないもんね。じゃあ、僕ねあの崎山さんで初めて見て、うんうんうん、あの焼き鳥バンドってその焼き鳥のことを歌うコンセプトだから別にあの、うんうん、マジで作る人だと思ってなかったんですよ。何も話聞いてなかったので、ただのキャラみたいな。ジャパナさんから あのあれで来たので、そう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 、そう、キャラ付けだと思ったんですよ。あ、そうそう、ガチの人でした。そうガチですよ。キャラシェフだと思ってました。失礼いたしました。ガチシェフでした。あ、もうぜひも食べたいですもん。だから、うん、なんか逆にコンセプトとして面白いね。ガチのシェフが歌ってるっていうバンドで。いやでも歌いいっすよね。とってもいいです。もうあのサビあのいやいややめとこう。なんでや、何をやったんだ。いやもう口ずさめるぐらい。そう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 。本当好きで。ありがとうございます。そうそう、昨日ジャパナさんにラジオ出てきたら、じゃあ、うん、あの幻の焼き鳥歌ってくださいって言ったら、おいおいおいって言って、歌う歌うって言って、いや大丈夫嘘ですって言って、歌ってくださいってすぐ踊ると。そうそうそう、自分の歌歌ってくださいって。そうそうそう、あります。で焼き鳥もあのハツとかネギマとか砂肝ぼんじりとか焼き鳥の種類の歌をやっていて、で焼き鳥の種類って40種類ぐらいあるって言われてて、はい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 、うんうん、なので40曲分は作りたいよね、うん、今ちなみに何曲ぐらい。今はね十数曲。おお、まだまだ作れますね。じゃあまだまだですね。まだまだ、うん、まだまだ、まだまだです。4枚ぐらい出したいね、うんうん、小林さんもダンサーとして何回か出られたことあるってことですか。焼き鳥バンドのひよことして、うん、してコラスみたいな感じで、ああはいはいはい、はいはい、なんか歌ったり踊ったりわちゃわちゃしたりみたいな、はいはいはい、感じで、はい、出演させていただきましたね。ああ、じゃあもうね、あの歌その新しい新曲の後々、あ、なんか小雪ちゃんの番組になってきたぞ。パーソナリティし始めてきたぞ。大変だ大変だっていう感じで。なるほど。いやでもいいですね、キタリバンドリさん。はい、はい、じゃあメインパーソナリティ、はい、どうぞ。じゃあ今までのこれまでのね小雪ちゃんの話聞いて、うんうん、そして今どんなことやってるかも多少聞きました。はい、ありがとうございます。もうちょっと詳しく今の話を聞きたいね。ね、聞きたい聞きたい。もうなんか言いましたけど、今ですか。Now ポキラジで、はい、番組の名前は、あ、いいんですか。いいよ。あ、どうぞどうぞ。ワイルドジョーカーって、いいっす。じゃあ言わないっす。言わないっす。いやいや、もう一回もう一回お願いします。ワイルドジョーカーって、わい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 ステレオでね、右と左から。はい、ワイルドジョーカー、はい、ワイルドジョーカーという番組で、はいはい、月曜日の、うん、夜10時から、うん、夜10時、はい、生放送で、25分の番組ですね。10時から10時25分、はい、うん、なるほど、はい、今までなんかどんなゲストが出たの。ゲストさん、さっき言ったジャパナさん、焼き鳥バンドのラッパー担当ね、はい、シンガーソングライターの T のりさん、ティーノリ、うん、あ、ティーノリさん、あとジャズシンガーの高子さん、高子さん、はい、前宜野湾市長の崎間敦さん、おお、急になんかガラッと変わったね。ベストウエスタンホテルの、総支配人の、ケニー金子さん、あとは、ワイン、あ、やばい、ワインが、ワインのその営業の方、はい、あ、ピーロットジャパンのっていうワインのメーカーがあるんですけど、本当、はいはい、いろんなジャンルの、そうです、もう知り合って、あ、出ますって、出ます出ますみたいな、知り合った人が出ていくんだね。知り合って、あ、知り合って、この人いいなって思った人に声かけてみたいな、もっとこの人のこと知りたいな。あ、そうですそうですそうです、そんな感じで、うんうん、はい、でもちゃんと覚えてて言えるのがすごい。いや本当にそうです。ちょっと待って、まだ言えてる、まあまあちょっと、はい、あ、いや、あ、いたいたいた、あのダブルツリーバイヒルトン、首里の、フロントスタッフをしているゆうたくん。なんかいい生活してそうだね、うん、話聞くか。いや違う、いや、いい仕事してる人たちばっか出てくる。いやいや、なんか行く先々でなんか話になったら、なんか、うん、なんか繋がって繋がってとかなんかなるんですね。なるほどね、はい、なんか
ありがたいことに、はい、ルドフとかなかなか行かないけどな。本当ですか？あ、本当ですか？で僕も1回しか行ったことないんですけど、その時にゲットしたけどね、はいはい、ゲットしたけど、ね、そう、広報の方につないでもらおうと思ったら、うんうん、今も広報の方帰られてたので、その担当してくれた方がその、うん、そのゆうたくんで、なるほど、でなんかラジオ出たことあるっていうか、あ、そうなんですかって言って、うんうん、みたいな形で、このラジオ番組、はい、ワイルドジョーカーは、はい、YouTube とかでも見れるの？あ、そうですね、オキラジさん自体が、うん、もう生放送と、あ、ラジオの放送プラス、うん、YouTube で生配信してて、うん、でまあ聞けなかった方も、うん、あ、まあアーカイブで残るので、ということは、YouTube でワイルドジョーカーオキラジとかで検索したり、あ、検索したことないですけど、まだ、はい、じゃあちょっとチャレンジしてみてください。でも多分出ると思います。本当ですかね。はい、まあまあ、あの、はい、あの、よろしければぐらいで、あの、もちろんよろしいですよ。よろしいですよ。です。な感じです。はい、皆さんぜひ検索してみてください。はい、いいですよ、検索しなくて。そういうことによってね、みんなしたくなるんだよね。いや、僕はもう今日、あの、今日僕もお二人に知り合えたから、もう今日それだけで、ね、あの、はい、最高ですので。で出たいね、今度は出たい出たい。本当ですか？月曜の夜でしょ。はい、お願いします。月曜日に幻ギグをチューブとかでやる機会が多分あると思うので、はいはい、どっかで。はいはいはい。あれ終わった後とかに。10時間に合わなくないですか？片付けとか大変じゃないですか？10時に行かなきゃダメ、うん、ダメ生配信ですから、そうそう、ダメ、生ですから、早く終わる時は早いからね、10時、うん、そうか、僕もライブ行って片付ければいいですね、一緒に片付けを手伝って10時間に合えばいいんだ、そうそれで行こうか、そうそう、でライブ良かったですねみたいな、あ、なるほどね、そうそうそう、生だから、うん、そうそうそう、なるほど、いいかもしれない、そうですね、いや、だからジャパナさんはね、あの、前日の日曜日にライブの感想をそのまま翌日言うっていう、なるほど、形でできたので、そう、その番組の準レギュラーにジャパンさんが抜擢されたらしい、そう、もう、あの、ジャパンさんがね、で、あの、出れる日は出れる日はで、僕が他のゲストさんを見つけられなかったら、なるほどなるほど、会う時にね、そう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 、あの、困った時のジャパナさんです。ジャパナさん結構そういうラジオ番組いくつかあるからね。そうそうね、あるっていう、うんうん、さっきほどお聞きしたんで、あ、じゃあちょっと迷惑かなと思ったんですけど。全然。そうそう、まあいいかと思って。何かあった時にジャパナさんみたいなのを見て呼んだら、本当なんか同い年だったんですよ。うーん、えーみたいな感じで。じゃあみたいな。なんか最近多くてそういうの結構。胸出し。うん。同い年に会う人いますね。なんかジャズシンガーの高子さんもそうでしたし、うん、なんか、うん、今それしか出てこないですけど、他に何人かいらっしゃって、うん、じゃあもしかしたら、はい、この3人も同い年か、シェフシェフマジっすか、もしかしたらね、はいはい、ということで、はい、これ、はい、今までのこれまでの小雪ちゃんと、うんうん、現在の小雪ちゃんの話をしてもらったので、はい、これからの小雪ちゃんの話を、お、知りたい知りたい、これからですか、はい、なんか成し遂げたい、俺はもうこれを成し遂げたい、これを成し遂げたらもう悔いはないみたいな、うん、まあ、目標夢みたいなものとか、うん、あとはリアルな現実的な、はい、例えば、はいはいはい、明日やりたいこととか、あ、1年後とか5年後とか、うん、そういう、なんだろう、具体的な目標から、はい、ちょっと壮大な夢までの話を、うん、いいですか、じゃあ、いいですよ、どうぞどうぞ、最近このインスタグラムで結構、うん、まあ、あの、直接会ったその米軍関係 の、うん、あの、友達もいるんですけど、うんうん、インスタグラム上だけで の、うん、あの知り合いとか友達みたいな形もできたので、うん、そういう人に会いに行きたいなと思って、うん、まあまあ何人かいらっしゃるんですけど、うん、ロシア人のプロのカメラマンをされてる ナターシャさんって方とすごく連絡取ってて、うんうんうん、それは沖縄に住んでるってこと？あ、じゃないです、じゃないです、だってもうロシアに住んでるってこと？ロシアに住んでます、おそうそうそう、なるほどね、はい、で、すごくこのやり取りするので、あ、もうなんかね、あの、なんか落ち着いたりして、それは何語でやの？翻訳して、翻訳、お互いに翻訳してですね、じゃあちょっと片言
の、そうですね、そうそうそう、うんうん、そんな形ですね。うん、いやなんかめっちゃつながるなと思って、うん、まあ確かに変なやってる人もいるんですけど、変なやってる人、あのなんか詐欺的な、あなんか なりすましみたいなのもあるんですよ、 あるんですけど、本当に純粋にちゃんと人とのつながりを求めてやってる人たちがたくさんいるんですよね、うんうんうん、世界には自分の周りにはいないけど、うんうん、っていうのを分かったので、うんうん、あめっちゃいいじゃんと思って、うんうんうん、で知り合えたから会いたいなと思って、うんうんうん、いつかオフ会だね、ワールドオフ会そうですね、オフ会ですね、そうですね、そういいね、そんな感じですね。顎足枕出したら来てくれるんじゃない、え、何ですかそれ、業界用語です、あ、そうです、ね、後で、じゃあ後で教えて、いや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 、後で言うことじゃない、そうそうそう、横のその、あの飛行機代とか、はい、交通費、はい、交通費とか宿代、あの宿泊代とか、はい、あと食費ね、はい、はいはい、顎顎っていうのはご飯のこと、そうそうそう、足っていうのは交通費、枕っていうのは宿泊のこと、顎足枕っていうのということです。お、だからアーティストとかを、はい、例えば沖縄にこの県外のアーティストを呼びたいってなった時に、はい、この3つを出しますから来てください、はいはい、ああなるほどなるほど、そうそうそう、はいはいはい、そういう時に使います。そう、だからそのナターシャさんも顎足枕出したら来てくれるんじゃないっていう、はい、ああそういうことですねいやいや僕が行きます会いに行く、そう、うん、ロシア行ったことないし、確かに、まあ、今はね、そう大変だと思いますけど、落ち着いた時にね、そうそうそう、ね、コロナさんとかね、いろいろ落ち着いた時に、いいねいいね、いいねそれは、うん、とっても楽しそう、うん、はい、な感じですね。会った時はお土産は何持っていこうとしてるの？お土産、ハブ酒、いやいやハブ酒飛行機乗せられないか、あそうなんですか、わかんない、どうだろう、なんか乗せられなさそうじゃない、 あれ、あ確かにそう、あそうっすかね、ちょっとわかんないですけど、ハブ酒飲んだことあります？あるある、美味しいですか？普通、あいや僕青森ダメなのであそうなんだね、青森ダメなんですよ。じゃあ何が持っていこうか、じゃあワインでじゃあワインで、ウォッカとかじゃない、ロシアだからウォッカって言うからいやいやいや、あの自分が好きなやつあ好きなワインがあるんだね、あそうそうそうです、うん、あでもそれもいいですね、自分の大好きなものを、うん、あの友達にシェアするっていう形で、うん、素敵ですね、うん、あいい、ありがとうございます、本当にそう、先ほどの話を聞くと、もう本当に何だろう、気持ちの方が本当にやっぱり一番重要なんじゃないかなって思って、はい、やっぱりなんかロシア人であるあのナターシャさんとのやり取りが片言かもしれないんですけど、はい、でも気持ちが強いからその言葉の壁をぶち壊って、うん、ぶち壊って壊して、はい、でこういう感じで今も連絡を取ってるから、なんかもしかしたらなんか落ち着いたら会いに行くっていう気持ちもあって、うん、もう本当にとっても素敵でした。ああ、ありがとうございます。本当にとっても素敵だなって思ってます。ありがとうございます。はい。多分今寝てると思います。時差が、時差ね、時差がありますよね。それはそう。夜の11時だから。あ、そっかそっか。あ、そうです。あ、ごめんなさい。収録なんで。収録なんで。はい。そっかそっかです。はい。もういいねいいね。じゃあそのナターサちゃん以外にもいろんな人とつながっていきたいことね。はい。つながれてる方他にもいらっしゃるんですけど、あの、あげたら聞いないので、ちょっとこれだけにしておきますけど、はい、あと12分あげて、いや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 、大丈夫です大丈夫です大丈夫です、いやなんかこんなに自分のこと喋る機会ないんですよ。そうだよね、なんか、うん、だから自分は自分のこと知ってるから、あ自分に興味ないんですよね。ほうほうほう、人の話聞くのが好きなんですよ。ほう、あの自分のできないことをやってる人たちって全員すごいなと思ってるので、わかる、どんなことでも聞きたいんですよね、うんうんうん、なんで自分そのあのインスタしてるので、うんうん、写真とか撮るじゃないですか、うんうんうん、で海とか行って撮るときに、うんうんうん、ね、釣りしてる人いたら、別に釣りしないんですけど、うんうん、こんにちはって言ったら、こんにちはって帰ってきたら、よし行けると思ってすぐ話しかけてこれコミュニケーションできる人だと、うん、釣れますかとか言ってでそこからなんかちょっとこわもてそうな人だったら、実はなんか工事関係の人だったりして、うんうん、ああ僕も工事関係の仕事してましたみたいな形でなんか仲良くなったりとか、うんうんうん、そうそうそう、なんかこの間はあモレノジャパンさんっていうスパークリングワインが僕の番組のスポンサーさんなんですけど、うんうんうん、あそのワインを持っていくわけだね。あそのワインを、いや、あそれは、うん、あそれでもいいけど持ってそう確かにそうですね、あ持ってきますでそのモレノジャパンさんの空き瓶を、うん、あのなんか動画とかでよく使ってるんですけど、どういうことで空き瓶を動画で使う、なんかどっか行くときにその、うん、
こうやったら人が映るじゃないですか、うんうんうん、歩行者とかの人から映るから一般の方映らないように、まあ、下を撮るときはなるほどね、スポンサーをちゃんと撮ってるってことね。そうそうそう、まあ、面白いっていう形でやってたんですよ。 なんであんた瓶振り回してんってめっちゃ言われてたんですけどいいじゃん別にと思ってスポンサーなんだよと。いや最初スポンサーさんじゃなかったんですよ。で僕がそういうことをやってたらなんかいつもありがとうございますみたいな形で、でそのなはい、俺もやろう。え、素敵ね、え、やってください。いや、俺もその瓶振り回す、ね、ぜひお願いします。で全然お金がどうとかではないんですけど、うん、その今直近であるのがその、結構夜のお店とかで出るワインで、うん、そのスパークリングワインなんですけど、うん、1本なんか高級なやつなんだ、ね、そうです、うん、1万からあじゃあ2万から4万ぐらいの価格帯かな、うん、ぐらいで販売されてるんですけど、うんうん、その今このなんか自分あ小雪から紹介でみたいな形でやったらなんか4000円引きぐらい。どういうシステム？だからあこのネットで注文するときにですよ。ネット注文するときに小雪紹介割があるんだ。そうそうらしい。そうなんかどなんでみたいな。あざすみたいなみたいな形になって、おまああの。振っててよかったわと思ったんですけど、リン振っててそういうことあるんだ ね気づいてくれたんだ。あっかでいやこの空き瓶をあのいただいたんですよね、その別のイベントで、だ 5本ぐらいいただいたって、うんうんうん、まあこのモレノジャパンさんの担当の方と、うん、そのイベントの方にもちゃんと話して、うん、あいただいたんですけどちゃんと、なるほど。で自分がまあ可愛いから見た目が可愛いからっていうので使ってて、うんうん、動画に使おうと思って使ってて、うんうん、でずっと今日持ってきてないんだね。あそうそう忘れたと思って、昨日キラジあったからキラジに置いてきちゃったと思って、アイデンティティ忘れちゃった。そう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 、いやでもかまあまあなあの別の方の番組だし、まあ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 ね、まあ、そうそうそう、はい、そんな感じだったんで今日は持ってきてないんですけど、あじゃあインスタグラム見ればどんな瓶なのかが見れる、ね、あ見れます見れます本当に。あなんかドンキーホーテさんにも置いてるのかな、うんうんうん、取扱店で、うーん那覇にある、まあ、ちょっと見たことないですけど、うん、そう那覇にもあるようなことはおっしゃってましたけど、ほんと可愛くて、色は何色なの？あいやいろいろ種類あるんですけど、うんうん、柄もそうですし、でこの、まあ、モレノの M で M ってもう入ってるんですけど、これがスワロフスキーなんですよ、うーんが使われてるから、まあ、高いんですけど、そうだから元々は、ハリウッドで、うん、から生まれて、うんだからあちらのセレブの人たちが飲みますみたいな、うんうん、なワインらしいです。なるほどね、はい、飲んだことは ありますそのイベントで、イベントで飲んだんだね、うんはいはい、ねあのなかなか買えないのでなんですけど、はい、うん、買うタイミングなんかそういう時しかね、なんかこう特別な時しか、そうですね、一般的にこう日常的に買うものじゃないもんね。そうそうそう、うんうん、あとはねそう日常的に買える方たちまでこの話がいけばね買っていただけたらなと思いますけど、そのお金持ちの方がね、いいね、買ってくれたらワイン好きの方、ね、そう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 ですね、うん、なるほどね、はい、はい、いいんすかモレンソンさんの話までしてもらって本当ありがとうございます。いいですよ、本当ありがとうございます。優しいねいやこんな見た目なのにいやまあまあまあめっちゃ怖い人に見えるのに、まあ、おきらじおきらじさんおきらじさんいやー素敵、本当にいろいろ素敵な話を聞きましたね。本当に今日なんか、うんうん、まあ友達とかとはこうやって自分のこと話す機会あるんですけど、うん、ラジオでここまで喋ったの初めてです。じゃあ貴重な回だねこれはね。はい、どうしようこれ残さんこうかなこっち。あでも結局残るんか。YouTube の方はね。じゃあいいです。アーカイブ残ってます。次からだから初めましての人とかにこの URL を教えて、私はこういう人間です。こういう人間です。ああなるほど。ありがとうございます。なんかそういう機会をいただいて本当にシェフ。ありがとうございます。あの絶対シェフの焼き鳥食べたいです。楽しみにしててください。楽しみにしてます。はい。うん、してください。はい。はい。ということで、はい。今回のゲストは、はい。小雪ちゃんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。SNS 検索してね。いや検索してみてください。ローマ字で小雪。うん。アンダーバー。そうです。2022。うん。でやると、はい、ツイッターもやってる。ツイッターもやってますね、うん、はい、インスタグラムとツイッターと、うん、はい、じゃあ両方も調べてみてくださいね、うん、
YouTube は？いや、やってないです。TikTok は？やってないです。LINE は？LINE は名前が違うので。ちょっと待ってください。LINE は名前が違うので。ちょっと待ってください。そこは。はい。はい、じゃあパーソナリティは、私焼き鳥バンドのシェフ赤嶺、そしてはい、そして今日はちょっとサポートとしてさせていただきましたくゆみと申します。くゆみでした。はい、あ、そうだ、ですね、あ、はい、幻ギグ、そう、どんどん告知告知イベントをやっておりますので、うん、カタカナで幻ギグ、はい、各種 SNS で検索して、はい、みんな見に来てね。見に来てください。次回は10日でした、はい、10日ですよね、放送が、うんうん、いつだったかな、 18? あ、そっかそっか、2週間後なんで、うんうんうん、まあまあいろいろやっております。そうですね、はい、はい、で配信もやってるイベントなので、うんうん、その日都合が悪くて来れないって方も、うん、ライブから1週間以内は配信で見れますので、そうです、はい、1000円を払ってみてください。はい、オンラインチケットもよろしくお願いします。はい、オンラインチケットをしております。はい、はい、でですね、うん、10月末頃に、うん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 、何やらすごい計画を立ててます。そうですよ、はい、うん、その辺もこうご期待ということで、はい、気になる、気になります、はい、焼き鳥バンドの SNS もチェックよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ゲスト小雪さんでした。でした、ありがとうございます。じゃあ最後に何か一言、はい、お願いします。シェフがうちの番組に出てくれるそうなので、その機会よろしくお願いします。ぜひ聞いてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。え、出てくれるんですよね。出る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 。いや、厳しかったらいいですよ、ちゃんと。帽子だけでも出る。あ、そうです。